2023年の昨シーズン目覚ましい活躍で最強投手の証、サイヤング賞の投票結果で3位にランクインした誰もが認めるメジャーを代表する先発投手の一人、ダイヤモンドバックスのザック・ヤレン。彼は身長188センチ、体重85キロ、昨年メジャー5年目のシーズンを終えた現在28歳の選手。ヤレンがメジャーの世界で頭角を現したのはまだ記憶に新しい2022年のこと。それまでは奪三振率の高い投手としても注目されていたが、故障することが多く、登板したゲームの内容は決して悪いわけではないが、まだまだ実績がついてこない苦労の多いピッチャーでもあった。完全にブレイクした2022年のシーズンでは、伸び上がる球威抜群のフォーシームを軸に変化量の大きいカーブの制球力も上がると、シーズンを通して打者を圧倒。最終的には防御率リーグ4位の 2.54 をマークすると、キャリアハイの12勝を挙げ、ダイヤモンドバックスのエースへと上り詰めた。ギャレンは幼少期から根っからの野球少年で、放っておけば常にスポーツチャンネルで野球を見ていた子供だった。5歳の時には同学年の子供たちで行うティーボールを、こんなのは野球じゃないと参加を拒否し、父親が監督を務めるリトルリーグのチームには2学年飛び級で入団した。子供の頃から圧倒的なポテンシャルを持っていたギャレンは、当時からピッチャーとしての才能があることは誰が見てもわかるほどで、飛び級で入団したチームでは年上の子供たちを完全に抑え、地元では伝説的な野球少年になっていたそうだ。2023年、完全にメジャーを代表する投手にまで上り詰めたギャレンは、昨シーズンも力感のないピッチングフォームから繰り出す伸びるフォーシームを最大の武器に、開幕から好調な投球を見せ、4月には28イニング連続無失点記録の見事な活躍を見せることもあった。フォアボールの数も少なく、さらに三振を奪える頭脳的で安定したギャレンのピッチングは、メジャー全体で見てもトップレベルの内容で、7月に行われたオールスターゲームではナショナルリーグの先発投手としてもマウンドに上がった。2022年にキャリアハイの成績をマークし、ブレイクしたギャレンだったが、2023年の昨シーズンも圧倒的なピッチングで素晴らしい成績を残している。昨年は34ゲームに登板すると、キャリアハイにしてリーグ2位の17勝をマーク。防御率は 3.47 で、投球回数もリーグ2位の210イニングを記録し、奪三振の数はリーグ3位の220奪三振と、シーズンを通して見事な成績を残した。そして冒頭にも話した通り、投手として最高の栄誉、最強投手の称号でもあるサイヤング賞の投票結果では3位にランクインした。